どうも、六六組のエンタメラボへようこそ。六六組の決める人、サクソペンチです。はい、はい、ということで私たちはどうかしている直前考察動画始めましょう。よいしょ。いや、こうやってね、皆さんのコメントがたくさんあるおかげで、こうやって直前考察動画がね、はい、できるということで、本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってるのを肌で感じます。いや、そうだね、やっぱりね、あの再生数もそうね、ありがたいことに見ていただいてるっていう感じなんで、徐々に来てますね。そう、ちょっとまたどんどんオリジナルストーリーに入ってったら、もっともっとね、注目されると思うんで、今のうちにもっともっとね、深みにはまっていきましょう、我々でね。はい、ということで、私たちはどうかしているは、毎週水曜日夜10時に日本テレビ系列で放送されてまして、僕たちはその翌日の木曜日朝9時半に直後考察動画っていうのを出しています。はい、で、その直後考察動画についてコメントをまとめて、再考察した直前考察動画というのを火曜日にね、アップしてますので、その3本続けて見ていただければね、私たちはどうかしているが、何倍も何倍も楽しめて、お菓子も美味しく食べられるということで。確かに。ね、食べたくなるでしょ、みんな。何ですか、古くないって言っちゃ失礼だけどさ。春辟クリニック今失礼かもだけど、今あんま週やってる、そんな堂々とやってる。今僕は一番ハマってる。春辟ドクター。でもあれちょっと中毒性あるね。中毒性ある。春辟クリニックさんが出るか分かんないけど、はい、出ないかな。まあ2話が終わって、次3話ですね。ちょっとどんどんそのオリジナルのところが追加されてってるなっていう感じるんで、ちょっと3話はめちゃくちゃ楽しみ。明日のね、3話は楽しみなんですけども、直後考察の方でね、第2話に関しては詳しくねまとめているので、直後考察の方ね、第2話の方は見ていただければなと思います。はい、ではちょっとね、3話に向けて直前考察動画ということで、コメントをねたくさんいただいたので、そこからちょっとピックアップしていくつか紹介してね、終わりたいと思います。はい、でね、ちょっとね、やっぱ多かったコメント、結構コメントにも、まあ、偏りがあったというか、同じようなコメントをいくつかいただいたので、その中でね、やっぱりちょっとどうしても触れなければいけないネタバレの部分がやっぱり出てきちゃったので、ね、ちょっと初めはね、まずネタバレのところからいくんで、こっからネタバレコーナーいきます。はい、まずね、初めに嫌な人はミュートにしてください。ミュートにしてください。はい、じゃあ行きますね。あおちゃんさんからね、いただきました。ありがとうございます。やっぱり好きとゆるくの子供がなおなんじゃないかなと思ってしまいます。だからお旦那はあの子を探すと言っているのは、あの子とはなおのことで、唯一の後継ぎというようなね、ことでコメントをいただいたんですけども。なるほど。はい、大正解。そうなんですよ。もう大正解ですね。ああ。いつきとゆり子の子供がなおっていうこと。これはね、でかいよね。ちょっと待って、さすがだね。これだって見てないでしょ、多分。そう、原作見てないでこれにたどり着いたっていうことですからね。やっぱそう。そうそうそう。じゃあもう世紀の子供じゃん。世紀の後継ぎじゃん。そうなんです。なおが。そうなんです。そことの後継ぎ。ちょっと待って、そうなるとじゃん。おもろ。いや、そうなんですよ。おもろいでしょ、これ。あの家系図は違うんですよ。そう、嘘だらけの家系図。またここでね、はい、だからあの子を探せって、ここでね、触れるけど、はい、もう一個ね、あの子について誰なんだっていうようなコメントもたくさんいただきまして、総会さんですね。はい、ありがとうございます。大旦那が椿に咲かさせているあの子は、15年前の桜イコール直としか思えないと。大旦那が自分の体よりも気にするあの子は、自分と血縁関係があるとしかありえない。大正解。でもこれもね、ちょっとなんて言うんだろう、ちょっと語弊があるというか、別に血縁関係があるからなのかな、これって。違くない？まあでもそれもあるんじゃない？それもあるけど。あ、そうだね。ちょっと違うわ。あれでしょ、和菓子。お菓子が、お菓子。あの味が忘れられない。桜が作ったお菓子が忘れられないっていうことで、うん、そう、桜を探している。うん、っていうところで、はいはい、あの大旦那は自分の孫ってことは知らないもんね。さくらがってことでしょ、うん、あ、そう知らないね。本当の孫ってことは知らないけど、うん、あの味が忘れられないってことで探してるってことよ。そう、うん、だからまあちょっとそうかと違うけど、まあいい線をかなり打ってますね。まあでもあの子と呼ばれているのは、そうですね、さくら、なおですね、なお、はい、しかいないっていうのは、これは間違いない。だから今回ちょっとかなりネタバレ会になってしまう、はい、ますけども、オープニングだけ見てください。すいませんが、見たくない人。ちょっとネタバレ注意が出てます。ごめんなさい。ごめんなさいなんですけども。今一個言っとくと、それもね、あの原作のネタバレってだけで、そこすら変えてくる可能性もゼロではないよね。まあそうだね。そこからオリジナルになってくる可能性低いかもしれないけど。低いけど、でも。だいぶ変えてこないと、まあ、ね、ひっくり返らなくないだろう。まあそうね。だよね。だからもしかしたら本当にこうネタバレ言ってるけど、出てこない可能性も。そう、そう、全くそのまた違う方向のね、なんかその出てくるかもしれないなっていうのは。そうしてもね。
全然あるので、うん、だからそんなにネタバレまだ怖がらなくていい段階かなっていう、うん、我々の、うんうん、まだねちょっとネタバレ気にして見てない方は、はい、そんなに本当に、うんうん、大丈夫だと思います。はい、で続いてですね、うん、殺人のちょっと前回のあんま直後考察ではその五木殺しうんうん、椿のお父さんの殺した犯人について誰かっていうところについてあまり、うんはいまあ、進展がなかったので触れなかったんですけど、はいそのコメントもいただいたので、はい、読みたいと思います。レイさんですね、うん、ありがとうございます。五木を殺したのは京子だと思いました。京子は、不定で椿ができたと言われるくらい不倫や浮気、男を利用するなど今も昔も男関係がすごかったのではないでしょうか、うん、そこで五木が邪魔になったので厨房の男を利用して百合子の包丁を持ってこさせてそれで殺して他に家にいた女である大倉親子を排除するために罪を着せたのではということで、なるほど、まあまあこれもちょっと似たようなことを我々もね言ったんですけども、なるほど、だからまたその京子はたびたびそのさ職人を利用してさ、いろいろ調査させたりとか、はい、その直に意地悪させたりとか富岡使ってね厨房入れさせなかったりとか、その職人を使っていろいろ自分はの手を汚さずにそうやってね裏でそう職人を操作してその高月庵のなんか治安をまあ自分の思い通りにしていたっていうようなあの節が今でもね見て取れて、15年前にいた職人はもう全員いないっていうね話もあったので、だからそれもあえて京子さんがもう全員そのもう用済みになったから職人もそう入れ替えしてっていうのはありえるし、逆にそのね15年前の事件を直で見ていたとか、うん、京子さんに指示された職人がいたら後々ねそいつらが裏切ったら自分の身が危うくなるから、うん、そうそうそう、うん、もう飛ばしちゃってっていうのが可能性を全部潰したわけやな、そうそうそうっていうので、じゃあ本当に昔からそうやって職人を操ってたっていうのはめちゃくちゃありえるよね。なんだかんだ京子か、うん、だからそうだね、そうありえるのかなっていう、確かに確かに確かに、だから結構そこについては原作でもあんまり15年前のいた職人たちについては詳しく出てきてないんで、出てきてないんで、これが怪しいよね、うん、今出てないっつって、知らなかった、知らない出てないっつったけど原作知らない、原作知らないじゃん、知らないです、知らないじゃん、え、出てきてないでしょ、出てきて、そう出てきてないんですよ、うんうんうん、まあまあいい、何なんだ、何なんだ、そう出てきてないから、だから確かにそこはあのなんか原作より先にドラマでその辺が掘り下げられるっていうことも結構あるんだよね。なんか失恋ショコラティエとかもちょっとあんま詳しく覚えてないけど、失恋ショコラティエも原作完結してないけどドラマ化されて、はいはいはい、ドラマオリジナルのねあれで終わってたんで、ちょっと結末どうあれだったか覚えてないけど、でもそういうのもあると思うので、はいはいはい、ちょっとね職人、昔の15年前の職人が鍵をね、そうそういたはずだから、それが一切今まで出てこてないっていうところで、なんで確かに鋭いとこついてるな、はい、だからその京子の男を操る癖っていうところにね、うん、注目していただいたコメントですね、うん、はい、で続いてはですね、ちょっとね違った視点で面白いなという考察が一個あったので紹介したいと思います、はい、ピヨピヨ子さんですね、す椿がもし桜が割れたら消えてもらうって言って言葉にちょっと注目しているんですけども、はい、ピヨピヨ子さんは、ね、そこで幼い椿には桜のことが好きだからこそ攻撃さんに会えない方が桜にとって幸せって思う出来事があったんじゃないかな、桜が攻撃さんから出ていくにはお母さんに罪をなすりつけたらいいって考えて桜のお母さんを見たって言ったとか、今の椿も桜を大事に思うからこそ攻撃さんに桜が現れたら消えてもらうって言ったんじゃないかな、消えるイコール死んでもらうじゃなくてここから離れてもらうって意味で、あとは桜が攻撃さんにいたらダメだって思った出来事っていうのが何か分からんですけどということ で逆に攻撃さんにいたら桜が不幸になるかはあ、なと思って、あえてそうやってだから京子さんの手が下されないように、うんうん、京子さんの、うん、なんだろう、いじめとか受けないようにっていうので苦渋の決断をっていう、なんかこれはために消す、そう、まあでもだいぶパワープレイではあるし、結果的にユリコは亡くなっちゃったんだもん、まあそうだね、だからちょっと失敗に終わっちゃった、ね、まあ、失敗に終わっちゃってるけどもだからちょっとこんな視点ちょっと今までなかったから、ちょっとね気になって紹介させてもらって、まあちょっとなかなかぶっ飛び考察ではあるにせよ、うん、ちょっとこれはまあ新しい視点っていうか、まあちょっと考察ってやっぱこうなりがちだから、そういう白い視野を持つっていう意味ではちょっとね面白いなと思って、守るためにあえて、うん、そうかっていうね、優しい嘘とはよく言ったもので、ね、うん、いやそうだね、切な、そう切ないのも好きだからこそ、そうそう一緒に入れないと、そうあるのかもなっていうところがありましたと、はいはい、で次です何の風かな、え使いどこが今だったらしいです、うん、活躍どこが今だったらしいです、彼らの頑張って、すいません、よく頑張って、はい、じゃあそれで最後ですね、はい、総会さんですね、ありがとうございます、ありがとうございます、調査書ですね、京子が受け取った調査書に関しての、はい、うん、ちょっと考察なんですけども、百合子が住み込みで働いていたのが、菊川菓子店って書いてあったのが気になったと、百合子は小池さんにいない体に世間的にはなっていたのか、それとも平成16年2004年から1年だけ菊川菓子店で働いて2005年春に小池さんに来たのか、どっちか、なおが5歳
過去2004年4月3日から2005年4月2日の間に必ず今月に来ているからということで確か、まあ、書いてあって、まあちょっとその時系列とかまあ云々は置いといて、そのゆり子が菊川菓子店で働いてたっていうその著作書に書いてあるっていう、はい、そこがちょっとポイントだと思ってて、はい、原作ではこれもう登場してないところなんですね、うん、あえてそこに店名を載せて、で菊川菓子店っていうその一個ねそこを確かあの残しとくことでまたそこからも膨らませられるじゃないですか、そこの菊川菓子店であったゆり子のストーリーとかそこで何か事象を作ればまたね、確かにねドラマオリジナルの方に、うんうん、あの発展させられるのかなっていうところで、ね、やっぱそういった小道具系、まあ、穴番でもかなり新聞とか、はい、我々はね凝視したりしましたけども、そういったところで入れてきてる。だ今本当何のこっちゃ分かんないけども、うん、あえてそうやって見れる位置に菊川菓子店っていうね、うん、そのワードを出していったっていうのは、うん、ちょっととやっぱりこれも鈴間さんの何か策略を感じざるを得ない過去をね描くことでね、どういう風に高月山に行ったのかとか、そうとかね繋がって引き抜かれたのかとかね、そう、うん、そういうところにも発展できるのかなっていうので、この菊川菓子店というのは、まあ、これからね本当にただの美術道具の美術の可能性もあるし、そう可能性もあるし、本当にこれから繋がっていくそこで起きたことがっていうのをねあるかもしれないんですけども、だから一応ちょっとこの頭に置いておくといいかもしれないなっていうゆり子の過去ですね、うん、はい、なんか光月庵によって潰されたとかあったらなんかね、確かにちょっとそう匂うよね、匂うよね、ゆり子はちょっと実は光月庵にちょっと恨みがあってみたいな、あれそう、だからゆり子もゆり子でスパイで、そう何かめっちゃスパイ言うな要はそう、スパイで、そう、うん、ありそうだね、そうだよね、確かにゆり子もなんかね、それとなく攻撃案で働いてるっていうね設定ではあるけ ど確かになんかもうゆり子もゆり子で目的があって、もともと働いてるところでまた行かんもんね、普通、うん、それはさくらの話か、違う、ゆり子もともと引き抜きだけど、なんかあんま働いてるところから行くんかなっていう、まあ、全然その菊川菓子店からなんで移動してきたかってこと、うん、そこ、いやそうなんだよ、そこなんだよ、うん、そう、俺が言ったことをねもう一回そういうことだよね、なぞっただけで、はい、ということで、うん、そのまあその菊川菓子店というのはちょっと要注目のワードかなっていったところ で、うんうん、でこうやってなんかそうやっていろいろちょっとずつ散りばめていってるもろもろのそのオリジナルなところが徐々に繋がってくるのか来ないのかっていったところがちょっとね今のところ注目するところが、うん、そうだからそこしかないって言ったらちょっと語弊があるけど、うんうん、ちょっとね大半は原作と同じような流れなので、うん、ちょっとそういった細かいところを注目していきたいなっていうふうに思ってますね、うん、そうね、3話でも3話はねどう進んでるか、そろそろちょっとね、いやそうよ、だいぶがっつり変えてほしいな、そうがっつり、2話もだいぶね端折られてはいたので、だから3話もどのぐらい進むのかっていうのが3分の1ですからね、ほぼ、うん、そうだよね、そうだよね、そろそろそうだよ、3分の1になるんでね、はい、どういう風になっていくのかめちゃくちゃ注目です、ね、全然1位取ってください、ね、確かに前回2位でしたから、2位でしたから1位いきましょう、いきましょう、またキュンキュンして、だから本当さんもね、展開だろうか、そう、まあ、キュンキュン目的の人もねぜひぜひこの動画も見てさらにコメントをしてください、ね、コメントして、だから全然感想考察とかじゃなくて感想とかでもいいんでね、うん、全然みんなでキュンキュンをね共有しましょうということで、はい、そんな感じでね、私たちはどうかしているわ日本テレビ系列で毎週水曜日夜10時から放送してまして、私たちはその翌日木曜日の朝9時半に直後考察動画というのを上げてます。でその直後考察動画についてコメントをまとめた直前考察動画を、放送日前日の火曜日に上げてますので、その3本揃って和田堂を楽しんでいきましょう、うん、もう3分の1だね、3分の1、確かに3分の1、うかうかしてられませんよ、うかうかしてられないぜしとけお前ら、乗り遅れるね、うかうかしとけお前らは、ということでね、はいはい、ということでね、66日でした。ご視聴ありがとうございました。僕たちはですね、他にも個人チャンネルとか、TikTok とか、アルバイトとか、いろいろやっておりますので、そちらの方のチェックもお願いしまーすということで、最後に作、はい、和田堂4話で出てきた衝撃の新展開、何があった？和菓子がアメリカに買収された。おー、すごい、でかき。ワールドワイド。